どうもパパリキーです、今日はですね、今ブックオフや古本市場のストレージが熱いという話をしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、知ってる方も多いかもしれないんですけど、ストレージっていうのはレアリティの低いトレカが、大量に並べられているコーナーで1枚30円ぐらいで売られてます。で、なんで今ブックオフや、古本市場のストレージが熱いかっていうと、 V スターユニバースが発売されて1週間以上今経ちました。で、そのカードがですね、だんだん売りに出されてるんですね。で、ブックオフと古本市場のストレージにそのノーマルカードが置かれてるんですね。で、そのノーマルカードの中に有料なカードが含まれてる可能性があるってことですね。で、お店によってはダブルレアの、カードもストレージに、置いてあることもあります。お財布に優しいストレージでお宝カードがあるかもしれないっていうことで、すごくおすすめしたいです。じゃあですね、実際どんなカードを、自分が、買えたのかっていうのを少し紹介してみたいと思います。はい、じゃあちょっとですね、カードの方を紹介したいと思います。こちらが、ブックオフ、こちらが古本市場です。まずこっち、アクロマの実験ですね。これが、4枚。ハガクレポンチョ、2枚。レスキューキャリーが2枚。フュージョンエネルギー、4枚。1枚1枚で言うと数十円の差ですけど、こういったところもですね、できるだけ節約してっていうのを意識して、いいカードがあれば買うようにしてます。パワータブレット、嵐の300、レベルボールで、いただきへの雪道、これはちょっと前まで高かったですけどね、再録されて安くはなってきてるとは思います。で、こちらポケモンレパルダスですね。この特性取引が強いっていう、はい。で、ミュウですね。これ25周年のアニバーサリーパックに入ったやつですね。これの再録。なので、ここに25っていうのは入ってないですね。で、これも再録でキュアワーですね。キュアワーは5枚買いましたね。はい。で、こちらが、ダブルレア、バオッキー V ですね。これは、V スターユニバースに入ってるんですけど、ちょっと1枚も持ってなかったんで、あった3枚を全部買っちゃいました。これだけでも結構自分的には熱いんですけど、どうでしょうかね。いろんな意見はあると思いますけど。で、これが古市の方ですね。これちょっと古いんですけど、ミミッキュ GX。これなんかは、多分100円とかじゃ買えないんじゃないですかね。で、ボスの指令、2枚。榊のやつですね。で、メロエッタですね。2枚。で、ピカチュウ。これも25周年のアニバーサリーコレクションか。の2枚。で、これは V スターユニバース。で、ビーダル。1枚。で、またレパルダス。で、これ、ゾロアークの幻影変化っていう特性が強いカードですね。これが3枚あったんで、3枚買いました。はい。最近買ったカードはこんな感じですね。はい。いかがでしたかね。熱くないですか。もしね、近くにブックオフとか古本市場あったら、少し、チェックしてみていただきたいなと思います。で、最後にですね、一つ注意点というか自分が気をつけていることなんですけど、ストレージ見る際にですね、他の人に迷惑がかからないように長時間座らないようにしています。あとは当たり前のことですけど、見たカードは、向きを揃えて元に戻すということをしています。
まあ、お店にも他のお客さんにも迷惑にならないようにっていうのを意識しています。じゃあ今日の、動画は以上で終わりにしたいと思います。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。